戦いって素人からするとよく分かんなくて、だからちょっと今回あんま叫ばなかったけど勝てたからよかった。ちょっとそれを期待してたんだけど、さらちゃんの応援っていうエールを、あ、エールはしてたけど、あったよね、ちゃんと試合前に。あったっけ。でも怖い顔してた、さらちゃん。あ、それはあのマザハッカさんの応援しすぎて喉が枯れてたからちょっと心配だったそっちに使っちゃった。あ、確かに。でも座りですよ、こっち。でも今回勝ったんで千尋ですかね、うん、あ、なんか最近チャンピオンって知ったんですよ。あのイケメンな人いるなと思ってたけど、まさかそれがチャンピオンだって思ってなくて、やばって。熊本どっちがイケメン、今日の熊本イケメンだったでしょ。それは人によるよくそ。サラさん的には久保選手はイケメンということですよね。あの相手の選手いたじゃない、斉藤選手、あの歌のモンチッチにそっくりすぎてモンチッチに見えました。ああ、あのオープニングの時に。あ、そうそうそう、出てた久保選手の感想ではないというモンチッチです。わかりました、ありがとうございます。では久保選手試合について、お伺いしますが、はい、あの打撃の攻防の際にかなり余裕のある表情を 見せていたかと思うんですが、あれはどういった心境だったんでしょうか。そうですね、もうタックル切って、もう斉藤選手の手札をどん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 削っていって、でもう打撃勝負するしかないんだぞって、でもそれに出してこい、それには全部カウンター合わせてあげるよっていう、そこで待ってましたね、はい、そこでパンチなり蹴りなりして、そこに合わせてあげようかなっていう誘いでした。ではあの斉藤選手のこう実力というか実際に戦ってみた感想としては、想像通り、想定通りだったというところですか。いやー、もう本当想像でもめちゃくちゃやっぱ斉藤選手の映像をずっと見てそういうのも分かってたし、ただもうそのもう 見る部分ですね、斉藤選手の癖だったり強い部分、弱い部分すべて頭にインプットして、それで今日を迎えたので、まあ、斉藤選手が本当に、まあ、自分のイメージはもう本当にめちゃめちゃ強い、でも本当にその通り本当に強い人でした。ありがとうございます。それでは今回の試合に勝利しました、サラさんからは千尋という言葉も出ましたが、今後の目標展望というのをぜひ教えてください。やっぱなんかここまで来たらなんかチャンピオン見えちゃったじゃん、いけそうな気がする、千尋いけそうな気がするいけちゃうんじゃないこれ、うん、でもね、やばやばいよ。でも、ま、真面目な話すると本当になんか鈴木千尋選手、やっぱりあのマイクでも言わせていただいたんですけど、本当にあのもしもフェンザー級ランキングがあるとするなら1位2位3位とかそういう4位の選手には、ね、勝ってやっぱその強いと思うんですよ。オールラウンダーには絶対的強さを発揮すると思うんですよ、金原選手だったりケラモス選手、ピットブル選手にも勝ってるわけじゃないですか、オールラウンダーの選手。でも僕みたいな打撃超特化型とやったら僕は勝負のあるんじゃないかなって思ってて、やっぱり僕はフェザー級でチャンピオンになりたくて、やっぱりここの舞台に来たし、この斉藤選手にもチャレンジしました。なんで本当に鈴木千尋選手とやっぱりやりたいですし、うん、僕と鈴木千尋選手の打撃どっちが強いんだって興味にありませんそれを言いたいです。だからもし